はい、ありがとうございます。先ほどまではレバノンの魅力っていうところを、はい、田中さんなりに語っていただいたかなと思ってます、まあ、僕も行きたくなったんですけど、今回からはベイトレバノンのお話をちょっとしていただこうかなと思ってまして、田中さんがベイトレバノンで今後していきたいことって何かあるのかなっていうところをお聞きしたいんですけど、今ベイトレバノンっていうのは日本語でレバノンの情報を発信していくようなプラットフォームなんですよね、はいはい、そこで田中さんが今後やりたいことって何かあるんですか？はい、私がやりたいことは当初から一つで大きすぎる夢なんですけど、はい、レバノンにスタディーツアーに行きたいなと思っていて、自分の子供たちにも見てほしいなって思うし、他のねお子さんたちも一緒に連れて行って、うん、世界にはこんな国もある、こんな暮らしやこんな考え方もあるっていうことを肌で感じてもらう、まあ、そういう経験をしてもらいたいなということで、うんうんうん、レバノンを知ってもらうためのスタディーツアーをやりたいなと思ってます。そっか、まあ、確かに田中さんはもうレバノンの方ともコミュニティを持ってるし、はい、日本に発信できる能力もあるから、日本の人たちがレバノンのことを知ってもらうためのスタディーツアーっていうのをやっていきたいというふうに考えてるんですね、はいはい、実際スタディーツアーに行っていただくとしたら、何を一番知ってもらいたいですか？レバノンは小さな世界というか、レバノンの中に世界の縮図があるというか、日本でもそうなのかもしれないですけど、すごくいわゆるハイソサイエティ、お金に困らないような生活をしてらっしゃる方もいれば、難民キャンプで明日どうしようっていう風な暮らしをしてる方もいらっしゃったりとか、高級なレストランもあればすごく安いというかローカルな安めの値段で食べられるところもあったりとか、いろんな世界が本当に混沌としてるんですね、うんうんうん、で何がいいとか何が悪いとかどっちがいいとかそういうことではなくて、混沌してるものを感じてもらいたいなっていう、はい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 、なるほど、絶対日本では感じられないようなことなんですよ ね、 そ、 ね、それがそれがすごく狭いエリアでできるので、その首都ベイルートの中にいろんな要素が詰まっているので、うん、お酒も美味しいし、うん、食事も美味しいし、はい、かつ夜になったら楽しめると、そういったところも全部知ってもらいたいっていう感じなんですね、はい、そうですね。ちなみにちっちゃい子供さんとか小学生の方も楽しめるような感じなんですか？公園とか遊園地があるわけではないので、小学生ぐらいになって何かこう学んだり感じたり、それを自分の言葉で表現できるような年頃になってからの方が気づきとか学びは多くていいのかなと思います。なるほど、ありがとうございます。ちょっとじゃあ最後にっていうところなんですけれども、はい、ミャンマー語を始められたところがきっかけで、ミャンマーに行ったりだとか、はい、エチオピアに行ったりだとか、はい、あとはレバノンに行かれたりだとか、いろんな国に行かれたと思うんですけど、日本っていうのをどういうふうに見えてるのかっていうのをお聞きしたいなと思ってまして、はい、海外行ったからこそ見える日本ってどうなんですか？なんて素晴らしい国だと思いますよね。日本が、そうなんですね、やっぱいろんな国にいて魅力を感じてる一方で、改めて日本っていうところに魅力を感じてるようなところもあったりするんですか？日本に魅力を感じてるというよりかは、すごい日本人ってめちゃめちゃ恵まれてるなっていうのを感じますね。どこでそういったことを感じられますか？レバノンだと国籍を持たない方たちもいらっしゃるわけです。パレスチナの方とかって国籍がない、パスポートがないなので、海外に行くっていうことすらやっぱり叶わない方もいらっしゃるわけですよね。就く職業が生まれた場所で限られてしまったりとか、勉強したりとか、まあ、もちろん日本にもそれが難しい方いらっしゃると思うんですけど、例えば奨学金の制度だったりとか、どうにか自分でこう這い上がっていくためのサポートっていうのは割と世界の国々の中では高いレベルにあると思うんですね、はい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 、なので自分たちが日々身の危険を感じず、何かやろうと思った時に自分さえ自分が覚悟できればそれが許される環境下にあるっていうことを私たちはもっと認識すべきだし、そういうことにやっぱりレバノンをはじめいろんな国に行って気づかせていただいているなと思います。あ、なるほど、確かに日本で住んでたらそれって当たり前のようなことを感じているのが、海外に行ったからこそ今そこで当たり前と感じていることが実は当たり前じゃないんだよっていうところを気づいてほしいっていうところがあるって感じなんですね。ありがとうございます。あともう一点ちょっとお聞きしたいなと思っているのが、はい、田中さんが海外見られていて、田中さんが考える国際協力って何なのかなっていうのをお聞きしたいんですけど、国際協力って何ですか？シンプルに困ってる人がいたら助けるっていう感じで、私たちは日本人とかレバノン人とかたまたまいろんな国ね、分かれてますけど、でも地球人って見たら一緒じゃないですか、はい、同じこの地球に住んでいて、で誰かが困っていて自分が助けられるんだったら助ける、自分たちが困っていて誰かが助けてくださるのでは助けていただくっていう、ただそれだけのことだから、そんなに難しく考えないで、興味があって何かのきっかけで知ったりして、で困ってる人を見つけて自分が助けたいなって
ていう気持ちが芽生えたりとか、助けてあげたいなっていうふうに思えて、それをできる自分がいるのであれば、その時に自分ができることをしていくっていう、ただその助け合いの輪っていうか、そんな難しいものじゃないかなと思ってます、うん、そうですよね。言葉だけで聞くとすごく難しいことっていうふうに捉えられるかもしれないんですけど、実際そんなことなくて、自分が助けられる範囲で、そこは日本人もレバノンの人たちもそんなに関係なく、国とか全く関係ない中で助けたいと思うんだったら助け合える状態になるっていうところが、いわゆる田中さんの考えている国際協力って感じなんですかね。そうですね。ありがとうございます。あとレバノンのことを知らない人とか、国際協力とかに興味を持ってるんですけれども、まだアクションが起こせない人とかに一言アドバイスするとしたら何ですかね。知るところからやっぱり始まるかなと思っていて、さっきの国際協力にもつながるんですけど、なんか今日一つ、例えばこの動画をきっかけにレバノンのことを知った、それだけでも私は国際協力になるかなと思っていて、例えば明日レバノンの人って今どんな暮らししてるんだろうって思いを馳せるのも、私は国際協力の一つだと思うんですね。なので何かこう具体的に行くとか寄付をするとか、何か署名を集めるとかって行動に起こせていなかったとしても、知ってみたいなって思って本を開いたり動画を見てみたり、思いを馳せるところから私は国際協力を始まると思ってます、でもそれってやっぱり知らないとできないんですよ。で知らないと何ができるかもわからないし、何がしたいかもわからないし、何を求められてるかもわからない、なのでまずは広く知るきっかけを自分から探していって、何か自分のピッとアンテナが張るところ、私はレバノンにたまたまハマりましたけど、でも国内に目が向いている方もいらっしゃれば、例えばねアメリカとかでも困っていらっしゃる方がいらっしゃったりとか、どこに自分のピントが合うかって人それぞれだと思います、そのための行動をぜひ始めてもらいたいなと思います、なるほどですね。情報はそこにあるんだけども、自分がそれを見つけられないとか、ちょっと探せばあるものも何も自分でアクションを起こさないと見れない状態にもあるから、まずは情報を知って、自分がそれに当てはまるか当てはまらないかっていうのもちゃんと絶対あるから、ここはちょっと広く見てもらって、自分はこれだっていうものを見つけて、そこにのめり込んでもらいたいっていう感じですかね、ありがとうございます。本日はレバノンの魅力のお話と、あとベイトレバノンのことをお話しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。